シューズでした。さて今度の演技はフランスのアラン・ミケル選手です。7つの要素がありますが、五十嵐さんにその説明を加えてもらいながらご覧いただきましょう。アクセルですね。まず最初はアクセル、1回転半のジャンプがありました。トリプルサルコダブルループです。ちょっとランディングが乱れましたが、はい、飛ばしました。コンビネーションスピンですね。足を変えて姿勢の変化を持たせてます。なかなか綺麗なキャメルスピンです。そうですね、はい、なかなかいいステップですね。そうですね、早いですね、はい、何も乗っている感じです。ちょっと手を引っ掛けましたが、なかなか考えた構成です。後半はガラッと調子を変えました。スピード感にあふれていました。フランスのアラン・ミケル、キャメルスピンなどもなかなか姿勢が良かったですね。そうですね、昨日の規定問題は11位に終わりましたが、このショートプログラム、なかなかいい演技を見せました、フランスのアラン・ミケル。さあ、スローでご覧いただきましょう。このあたりのステップは非常にスピード感にあふれていました。音楽に非常に乗ってましたね。そうですね、曲によく合ってましたね。1982年のフランスジュニア選手権で3位、そして1982年のバンスカビストリアで3位になっています。これがエレメンツの得点です。これがトリプルサルコですね。高いですね。3回転してるところですね。3回目ですね、これでランディングしまして、ここからダブル1回コンビネーションですね。いてきます。ここで手をついて、これはつかなかったんですね。これは綺麗に決まってます、プレゼンテーションの方でオーストラリアの審判と3番のアメリカの審判が5点台を出しましたね。そうですね、やはり